どうも、サラマッチョです。私事ですが、ジムに通い始めておよそ3ヶ月が経ちました。今日はですね、そんな3ヶ月の成果を皆様にお見せしたいと思います。早速ですが、3ヶ月経ったバディがどうなったかご覧に入れましょう。ででん。というわけでですね、3ヶ月経った結果、太りましたね。かなり太りました。普通の方であればこうバルクアップというと全体的に体が大きくなると思うんですけども、私の場合8割はお腹についてますね。ナイスバルク。まずですね、ジムに通ってよかったなって思うのは、ジム広いんですよね。それはやっぱいいと思います。私普段このラックが置けるぐらいのスペースの中でダンベルとベンチでやってたんですけども、やっぱね、狭いとね、いろいろ大変なんですよね。周りに気を使わないといけないん でそれに対してもジムはもう非常に開放的ですので、やりたい放題できると、それは一ついいところだと思います。で、2つ目、マシンがある。いやー、これも当たり前ですけども、やっぱマシンがあるとね、こういろんなバリエーションのいろんなバリエーションのトレーニングができるので、これも非常にね、いいことだと思います。で、私が行ってるジムっていうのが、もう非常にこのマシンのバリエーションが多くてですね、一つの部位に対して多分あの 10機種ぐらいあるんですよ。ですので、もう混雑しててどこどこか鍛えることができないとか、そういうことがもう全然ないんですよね。なのでマシンがあるっていうのも、まあ一ついいところですね。次に、ジムのこれは悪いところだなっていうのは、そうですね、仕事とかが遅くなって、帰りが遅くなったら、私が行ってるジムっていうのは閉店時間があるので、ジムに行けないことがあるんですよね。そういう時は、自宅でやろうと思ってこの部屋に来るんですけども、やる気が出ない。もうジムじゃないとやる気が出ないですよ。ですので、5年間もね、こうホームトレーニングでこう頑張ってきて、この部屋に慣れてるはずの私でも、一度ジムに通い始めたら自宅でやる気が出ないんですよ。これはね、非常に悪いところだと思います。あとジムでやった方がいいなと思う部位なんですけども、足ですね。足は、自宅でやるよりもジムでやった方が、いろんなマシンありますし、確実に強くなるし太くなると思います。であと背中ですね。背中は、自宅でもできるんですけども、ジムでやった方がその腰とかを痛めづらいですね。マシンってしっかり体をカバーしてくれるようにできているんで、腰とかへの負担が非常に少なくて、狙った部位にしっかり効かせられるんで、背中もジムでやった方がいいと思います。胸と肩は、これはね、私やってますけど、ジムでも自宅でも、そんな大差ないんじゃないかなと思います。マシンあるかないかの違いですね。で、肩とか胸に関してはその体を痛めやすいとか、そういうことも私の場合はないので、自宅でやってもジムでやっても、今のところはそんなに大差ないかなっていう気はしてますね。あと意外や意外ですね、こう腕、私の腕だけは自宅でやってもジムでやっても全然変わらないですよっていうふうに言ってたんですけども、腕がですね、私最近真面目にやってるんですけども、これがジムでやった方がいいなと思い始めてます。やっぱケーブル系ですね。ケーブル系でこうしっかりと最後までこう収縮させて効かせるっていうのが、これジムの方がやりやすいんですよね。自宅でチューブでやってたんですけども、チューブってやっぱり負荷が強くなったり弱くなったりするんで、一定の負荷が乗ってこないんです。それがジムだったらケーブルで最後までしっかりと負荷が乗ってくるんで、意外に腕はジムの方が太くなるんじゃないかなと
感じております。はい、ということでジムのいいとこ悪いとこなどなど説明してきましたけども、まあ私の3ヶ月の成果はこんな感じです。まあ、力を入れたらね、まだちょっとは形は出るんですけど、ボン、はい。で、まあ、まだこれ3ヶ月なんで、私の実験は1年間ですのでね、まあ、あと、何ヶ月だ、9ヶ月しっかりと通ってどのように体が変わるのかっていうのをレポートしていきますので、9ヶ月後をお楽しみに。まあ、またもう少ししたら途中経過を発表するかもしれませんけども、それでは本日もありがとうございました。Boom.